はい、今回動画も今回も適当にやっていきます。なんかね、今回のね、ちょっと動画どんな感じにしようかなと思ったんだけど、なんかじゃがりこが売ってて、このアルセーヌねちゃんがね、この鳥獣神祭のキャラなんですよね。だからこのアルセーヌで、なんかここにね、なんか書いてあるんですよ。QR コードでキャラメッセージはこちらみたいな書いてあるんですよ。なのでちょっとこれ読み込んでいきたいと思います。お、あなたへのメッセージが届いています。はい、 for you って書いてますね、はい、タップして開く。お疲れ様、休憩がてら一緒にじゃがりこ食べへん？ありがとうございます。あ、いいっすね、いいっすね。写真に追加しましょう。でっかい方もダウンロードしていこう。 iPad とかね、そっちのように。ありがとうございます、ありがとうございます。はい、そんな感じです。そんな感じでございます。まあ、じゃあじゃがりこちょっと食べていきながら、もう僕ね、はい、どうもモンスト大好きっ子キッズでございます。はい、よろしくお願いします。モンスト大好き小僧でございます。まあ、ちょっと741で浄化しておきます。はい、これでまあ毒素とかはね消えるんで、じゃあじゃがりこ食べていきましょう。頑張る姿は美しい、だがたまには息抜きも大切だと。素晴らしい、こんな感じですね、じゃがりこ。おお、いいね、じゃがりこね、久々食うんですよ。普段あんま日常的には食わないんですけど、モンストのね、あれ来てるから、モンストだから、これは、うん、モンストコラボだから、もう食べます。いただきます。あ、うまい、うん、マジっすね、うん、まあね、この手でモンストをね、こうベタベタこうやっちゃうと危ないんで、これで汚れるのはペンだけっていう。はい、という感じでじゃがりこ食べながら、皆さんもモンストやってみてはどうでしょうか。この動画これで終わり？いや別にいいけど、あとね、なんか面白いもん見つけたんすよ。プラネットキャンディ、ネプチューンソーダ、あの惑星はどんな味がするのだろう。なんか79円で、ね、ビーナスエールめちゃくちゃうまかった、このキャンディの。あ、マーズコーラは微妙、ネプチューンソーダもちょっと苦いけど、でもね、ビーナスエールが死ぬほどうまい。まあ全部美味しいけどね。美味しい、いや分からん、好みによるよ。これもね、僕今もう先生術にすごい僕興味あるんで、なんかうわいいなと思って、うん、買いました。うん、まあ金星と海王星と火星ですね。うん、なんかやりながらいきますか、せっかくなんで。今このジョーカーっていうキャラがあれなんですよ、来週のラッキーモンスターなんですね。ここにあるんですけど、来週のモンスターこれ3体いるんですよ、やっぱり。なんで今1体持ってるんですけど、この子運極、リカラスちゃん運極で持ってるんですけど、ちょっとね、あと3体他3体持ってなくて、なんで今ジョーカーちょっとラック上げ頑張ってるというか、今楽しんでやってるんですけど、ラック上げちょっとすっげえ楽しんでラック集めしてますね。で、まあ今日それやって終わりたいと思います。
ゾロ、ゾロがいねえな。あ、いたいた。これでやってます、一応。ネオとまあ共有城のキャラか、あと重力バリア。切り札は最後まで取っておくものですよ。で取っておくものですよ。だいたいね、運極にしましたね。ワンピースのコラボキャラは。だから今なんかやることないんですよね。まあやることないっていうか、まあまあ、あるっちゃあるんですけど、やれることはワクワクの実厳選したりとか。まあ運極ちょっとかなり大量に作って、魂の紋章の値、数をね増やすっていうのもあるんですけど、運極やっぱ作れば作るほど魂の紋章の装着できるスキルがどんどんね強いのが装着できるようになってくるんで、多分まあ、これですね。これとかでこの今紋章力があんまやっぱ1500くらいあればいいんですよね。やっぱ今600とか、火属性689、水属性832、緑属性1084。要するにラック運極みのやつが、まあ、ラックが もっとねたくさんいればこの値がどんどん上がっていくんですよ。3体4体5体ってどんどん増えていく感じなんですけど、このスキルとかがね、いろいろあるんですよ。例えばこのこう3000とか、3000くらいあった方がいいね。だから3000とかまで増やしたいですね。だから運極のモンスターをどんどん作って作って作りまくれば、この値がどんどん増えてくるんですよ。99999999つって一体に、まあまあ、どんなラックのモンスターでも多分いいと思うんですけど、まあ、10のラックのモンスターでも紋章力10上がるんで、別に何でもいいんですけど、とりあえず運極めっちゃ作ればいいよみたいな、強い6000とかねこんなんやばいでしょ。 SS ターン遅延効果を無効にするスキルとかつけられるんですよ。やばくない？超やばくない？だからまあ紋章運極めっちゃ作れまくれば作るほどはなんかどんどん強いスキルをつけれるよっていう魂の紋章をつけてるキャラにっていうらしいです。俺これ知らなかった。マジで。ね、ワンピースコラボはね、ビッグマム運極運極みにしました。ライフフォアトリートママママで、なんかね、ビッグマムをね、ミッションがあって、その他のキャラ3体以上で倒すっていう、であと1人、まあ、ガチャキャラ入れていいんですけど、それ倒すっていうのが、それがねもう1時間くらいやったのかな、わかんねえわ。まあ3回か4回か5回くらいやって、やっとカッパをね、カッパのモンスターがいるんですよ。でボスの HP の 20% 分のを削るみたいなダメージを与えるみたいなねやつでワンパンできるんですよ。マジでそれがねやばくて、それでワンパンしました。でそのミッションはクリアしましたね、うん、なんでこのボイスキャラとか全部持ってますね。安心して死になよ、俺が世界を平和にしてやるからよ。あともう一個、ふざけんじゃねえよ、欲しいものを妥協する海賊がどこにいる。ライフフォアト
トリートまんまま、ま、そうそう、そんな感じですね。なるほど、クロコダイル、ほんともう、うん、うんかく、うん、あと誰だっけ、うん、誰だっけ、ああ、いたいたいた、ボアハンコック。いいっすね、これ2体持ってますね、運極。じゃあ3体目作るか、これか、まあ、作れば作るほどね、一応紋章とか上がるんで、まあ損はないよって感じですね。作れるなら、運極作れるなら、まあたくさん作った方がいいよみたいな感じです ね、 ね、やり込み要素だよね。あと、お前らの生きてきた人生とはレベルが違う。ガキと遊んでる暇はねえんだ俺には、っていう。正義は勝つ、そりゃそうだろう、勝者だけが正義だ。俺にはこいつらしかいない、家族を笑う者は俺が許さん。ドフラミンゴも運極しました。あとは、あ、ミホークも銃なき剣に強さなどない、運極。剣士たる礼儀をもって世界最強のこの黒刀で沈めてやる。己を知り世界を知り強くなれロロノア。かっこいい。こんな感じですかね。とりあえず全部一応コラボキャラは運極してます。はい、めっちゃ楽しい本当に、うん、こんな感じで撮ろうと思います。またなんか適当に緩く動画でも撮ろうと思います。それではありがとうございました、ご視聴。